実はご飯よりもパンを食べる方が体は冷えるんです。冷えというのは日本や中国など東アジア独自の捉え方かもしれませんが日本では寒くなると冷え症という言葉が日常生活やメディアで頻繁に出てきます。冷え性とは、 簡単に言うと暖かい部屋にいても手足が冷たくなっている状態でいろいろな体の不調の元だと考えられています私は前々から悩んでいる冷え症を改善したくて東洋医学に基づいた食用城の本を図書館で借りて読んでみましたすると、 これまで知らなかった食材の見方があることを知りました。そのうちの一つが、誤性というものです。すべての食材、飲み物は、寒、寮、平、温、熱の5つの性質に分類できます。例えば、寒性や寮性の食材をとることで、 体の熱をとったり温性や熱性の性質を持つ食材で体を温めたりすることができるそうです基本的には旬のものを食べるとその季節の体に適した温度にしてくれるそうです確かにキュウリやトマトを旬の夏に食べると さっぱりして気持ちがいいですが。冬に食べると体が冷える気がします。旬のものを食べるのが良いとよく言われますが。旬の時期に食べると新鮮で美味しいからだけでなく。実は自然と体調を整えてくれるからなんですね。 Thank you for watching. Please click the link below to see this video's related blog and study more Japanese at JOI.